ただいまご紹介預かりました JR 東日本、計画部門の矢野と申します。本日はですね、このような場を設定いただきまして、誠に、厚く御礼申し上げます。これから当社における TCFD 提言の取り組みということで、内容についてご説明、発表させていただきたいと思います。まず、表紙にあります、こちらの左下の方にですね、水素ハイブリッド電車ヒバリと読みますけれども、こちらについてはですね、今年の3月から水素を燃料とした水素ハイブリッド電車というものを実証実験当社は進めておりまして、そのご紹介というペーパーになります。で、本日の流れについては、今共有させていただいている流れで進めさせていただければと思います。まず TCFD の概要なんですけれども、こちら先ほどのご発表にもございましたし、ご存知の方も多数いらっしゃると思いますので、詳細については割愛させていただきます。経緯と実施体制ということで、JR 東日本グループにおける脱炭素社会の実現、TCFD への取り組み等について、数枚のスライドを使ってご紹介させていただきます。まず、脱炭素社会の実現に向けてということで、当社グループにおきましては、グループ経営ビジョン変革2027というものを定めておりまして、こちらについては、変革2027においてはですね、ESG 系の実践というものを経営の根幹と位置づけてございます。SDGs、脱炭素社会の達成に向けてですね、これまでも太陽光発電でありますとか、風力発電とかの再エネ、それから車両だとか、照明設備の省エネ設備の導入を推進して、まいってきているところでございます。で、その折ですね、具体的手法の提示とございますけれども、2018年度にですね、環境省様より TCFD を提言を活用した具体的手法が提示されて、その折ですね、下にございますけれども、ご記憶の方も多数いらっしゃると思いますが、2019年、今から3年前にですね、台風19号の被害を受けまして、報道等でも多数流れましたけれども、新幹線の車両基地が浸水、それから車両が水没するなど、当社にとって甚大な被害を受けてしまいました。ということでですね、鉄道は自然災害と隣り合わせであるということを改めて再認識いたしまして、気候変動の影響把握に着手したという経緯でございます。で、こちらのスライドがですね、当社の賛同開示状況を示したものでございます。2020年1月にですね、賛同を表明させていただきまして、以降、3カ年にわたりですね、グループレポートという形で、シナリオ分析結果を開示させていただきました。特にこの2年間ですね、2021年、22年につきましては、災害が発生した場合のですね、影響度が高い首都圏を流れる河川ですね、具体的には記載にございます通り、荒川、利根川、江戸川、多摩川、4河川の影響を評価したものを開示させていただきました。で、一方、社内の体制につきましてはですね、私が所属する経営企画部門という部署が主体となりまして、財務状況、それから鉄道設備等の諸元データですね、これらの分析に必要な情報を取得しまして、社外コンサルの方の力も活用しながら分析、情報開示に取り組んでおります。結果につきましてはですね、下半分にございますけれども、弊社社長委員長としました記載の委員会に報告しまして、その場で監督意思決定をいただいているというような体制を社内では取ってございます。で、TCFD 提言に基づくですね、基礎的な情報開示の項目、4項目ございますけれども、そちらにつきまして、文字が多くて恐縮ですけれども、内容についてご紹介させていただきます。まず一番上のガバナンスにつきましては、マネジメント体制として、先ほど前のスライドで述べた委員会を設置してございます。一方、戦略につきましては、ESG 系実現のためにですね、気候変動が事業活動に及ぼすリスク、機会を評価しまして、事業戦略の妥当性を検証しております。なお、分析にあたりましては、国の方からですね、公表されているハザード情報を用いてございます。で、3つ目、リスク管理につきましては、気候変動の緩和策としましてですね、半年に1回以上エネルギー使用量、CO2 排出量を取りまとめ、分析を実施してございます。それに伴いまして、外部環境の変化に踏まえた、リスクの洗い出し等も実施してございます。一方、適応策につきましては、輸送サービス事業における物理的リスクの低減に向けたですね、取り組みを強化、推進してございます。
で、一番下の指標と目標でございますけれども、当社グループにおきましては、ゼロカーボンチャレンジ2050という目標を掲げてございまして、2013年度ですね、2030年までにカーボンハーフ、2050年までに実質ゼロという目標を設定してございます。で、当社における戦略の詳細につきまして、このスライドでご説明させていただきます。先ほど来出ておりますけれども、気候変動に伴うリスク、機会については2つあるということで、物理的につきましては、気象災害の激甚化。一方、移行リスクにつきましては、気候変動緩和を目的とした規制強化、それから技術の進展などの社会環境の変化というふうに捉まえております。このような認識のもとでですね、一番上にピンクで、ハッチングしてございますけれども、当社におけるリスクは、その表の5つのうち、ピンクの部分ですね。風や雨などの自然災害による鉄道設備の損傷や運休の発生の分析を実施中というところでございます。で、ここからですね、シナリオ分析、物理的リスクについてですね、具体的にどのような分析試算方法を行ったのかというのを簡単ですがご紹介させていただければと思います。まずこのスライドでございますけれども、財務影響額につきましては2つの合算で試算してございます。丸1に示した通り、人口予測等に基づいた旅客収入推移、それから丸2番で気象災害激甚化に伴う財務影響資産という、この2つの合算というふうに試算してございます。このページはですね、前者の丸1、旅客収入推移の試算結果を表してございます。下に2つグラフがございますけれども、左側のグラフが人口推計、右側のグラフがそれに基づく旅客収入推移を示してございます。試算にあたってはですね、下にちょっと小さい字で書いてありますけれども、SSP 社会経済シナリオの人口 GDP データを使用させていただきました。結果ですね、こちらにお示ししております通り、当社が目指すですね、持続的な発展社会、SSP1 ですね、青のラインですけれども、と、その対極に位置付けられる SSP3、オレンジのラインですけれども、この差がですね、2050年断面で見ますと、人口推計で、書いてございませんが、約11%の差が出て、旅客収入の推計においては、記載もございますけれども、3500億円、余りの差が出るという結果が出ました。で、こちらのページからはですね、丸2番ということで、気象災害激甚化に伴う財務影響資産手法について述べさせていただきます。当社の主要な鉄道資産及び収入の大きい路線はですね、大部分が首都圏に集中しておりますので、このエリアでですね、広範囲に災害が発生した場合は財務影響が大きくなるだろうというふうに想定しております。で、具体的な想定災害としましては、関東を流れる一級河川の氾濫によるですね、洪水シナリオを設定いたしまして、主要路線の被害額、それから旅客収入推移の社内情報、それから国から公表されている浸水想定区域図、ハザードマップ等々の外部情報を用いて、定量評価を進めてまいりました。で、ここではですね、まずベースラインと記載しておりますけれども、災害発生時の財務影響額把握を実施しております。具体的にはですね、左のピンクの丸でお示ししました設備復旧費、それから運休等による収入減を足し合わせたものになってございます。分析手法としましては、右下に書いてありますけれども、ハザードマップ、それから Google Earth、Google マップ等のストリートビューなどを使ってですね、設備被害を出しました。で、また収入については、記載のようにですね、運休区間、それから影響人員、設備復旧期間、路線運休期間等を設定してですね、算出いたしました。分析の当初はですね、このような前提条件の策定に非常に労力を費やしましたけれども、このように地道な作業をコツコツ積み上げてきたということになります。続きまして、2つ目の気象変動による影響の評価といたしまして、先ほど算出いたしましたベースラインの結果をもとにですね、RCP 気候変動シナリオ、別の洪水発生倍率、それから収入変動係数などを掛け合わせたものを合算して、2050年までの気候変動による財務影響を試算したということになります。で、先ほど新幹線が浸水したと申し上げましたけれども、浸水対策の効果というものも試算してございます。台風19号の3年前の災害を踏まえてですね、当社においては、
被災した場合、列車運行の影響が大きいと考えられる電気設備のかさ上げでありますとか、建物の開口部、こちらに水を止める止水板などの設置を行っております。また、台風19号の際にですね、新幹線車両が水没したという点を踏まえまして、その災害の前にですね、車両をあらかじめ疎開させるというような業務支援システムも整備いたしました。これらハード、ソフトの両面からですね、当社においては対策を進めてございます。で、これらの対策の効果をですね、検証することを目的としまして、これらの対策をした場合、しなかった場合、それぞれの財務影響を試算することで、対策の実施による損失削減効果も検証してございます。以上、1から3のプロセスを経て、財務影響を試算した結果がこのページになります。記載の通りなんでございますけれども、気候変動による財務影響はですね、RCP 2.6、いわゆる2度上昇シナリオに比べまして、RCP 8.5、4度上昇におきまして、2050年時点でやや大きくなるというのが、4河川に共通した事柄となるということが分かりました。一方、浸水対策につきましてはですね、対策ありなしとございますけれども、気候変動シナリオに関わらずですね、損失削減の効果があること、また特にですね、車両疎開による損失削減効果が大きいということが分析の結果分かりました。で、ここでですね、先ほど申しました車両疎開のシステムを実際活用した事例をご紹介させていただきます。今年度上期ですね、宮城県の小田と女川という駅を結ぶ石巻線という地方交通線があるんですけれども、このシステムを使って実際、右側に車両の写真ございますけれども、4編成がですね、浸水被害から免れることができました。で、また、下半分にですね、これは副次的な産物なんでございますけれども、TCFD の分析開示によって保険料が減額になったという例がございました。で、当社の土木構造物の保険料はですね、広範囲にわたる被害によって被害額がどれくらいになるのかという、まあ、想定がですね、難しく、まあ、いわば青天井になっていたということなので、保険料が高額になっておりました。で、しかしですね、TCFD の開示によりまして、具体的な被害額の算出ができ、かつ、氾濫リスクに対するですね、先ほど述べたような対策が有効であるということが示されたということで、保険料が減額になった。という副次的な効果がございました。具体的金額の公表は避けますけれども、まあ、あくまで側面的な部分であり、まあ、当然ながら保険料を減額するために開示したというわけではございません。最後にですね、今後の課題について3点述べさせていただきます。まず1点目はですね、分析に用いておりますハザードマップはですね、単一河川、例えば先ほど述べた荒川が氾濫した場合のみの分析になっておりまして、ここに記載のある通りですね、荒川河川、例えば荒川河川水系などの一級河川以外の隣接河川の氾濫がですね、同時多発的に発生した場合は想定しておりません。ただ、昨今のですね、大雨台風被害を見ましても、これらの複数河川氾濫に対応したデータがありますとですね、より実態に即すのかなというふうに考えてございます。それから2点目はですね、対象河川の選定ということで、まあ、これは弊社の特徴により分析対象をより絞って行う必要性があるという内容でございまして、具体的にはですね、アンダーラインで引いてあります通り、土木構造物や変電所などのですね、個々の鉄道設備の被害というよりは、多数の車両が留置されている可能性がある車両基地、こちらが浸水した場合の影響の方がより大きいということが分かりましたので、従いまして、これからは浸水リスクのある車両基地付近ですね、流れる河川が氾濫した場合というケースを選定して、より効果的な分析に努めていきたいというふうに考えてございます。で、最後はですね、まあ、欧州等ではですね、飛行機から鉄道への移行率でありますとか、それから炭素税などが、まあ、バックデータ、公開されておりますけれども、収入動向などをですね、より精緻に分析するといった意味でも、日本国内にもですね、そういったデータが開示されると、より望ましいのかなというふうに思ってございます。以上、雑白でございますが、発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。